ボッツです。今日はね、走行動画と、足元ちょっと映してみようかなと思って、初の試みなんですけど、やってみたいと思いますね。あの走行動画と、ハンドル周り、以前やった時に足元も見たいなというコメントありましたんで、僕もねちょっと初めての試みなんですけどやってみたいと思います。まあこれがね果たして面白くなるか否かやってみないとわからないんですけど、ちょっと足元もねちゃんと映ってるかどうか、一応ねLED のライトつけて明るくしてやりたいと思いますんで、まあ少しお付き合いお願いします。これね足元とハンドル周りとね一遍に映せたらいいんですけど、なんせカメラないもんで、僕の武器は iPad と iPhone しかないんで、これでご勘弁ください。では少しの間よろしくお願いします。普段、アクセルもブレーキも操作しない場合は、だいたいブレーキの、ね、ペダルに乗っけてすぐブレーキ踏めるような感じでいるんですけど、ちょっとねこれ走行動画の足元を映しているということで、できるだけブレーキもアクセルも操作してないときはちょっと分かりやすいようにね、ちょっと外して、こんな感じかな、こんな感じで分かりやすいようにできるだけね、分かるのかな、これ乗っけてるだけ、これが押したから。はい、そんな感じでいきたいと思います。
と思わないかなと思うんですけど、あのね、これ分かるかな、ここにね、こっちね、あの足元の方ね、ここにね LED の電球ぶら下げてます。ちょっと揺れてね、こんな感じになるかもしれませんけど、これなかったら暗いんで、どうかな、目障りかな、揺れたら。まあ暗いよりはええかな。目いっぱい踏んだらこんな感じで、まあ、軽く今から、話したらこんな感じ。今DPR 再生中、すす焼きが始まっちゃいましたね。ちょっと音が聞き苦しかったらごめんなさい。ということで、長い信号待ちで、ちょっとあいにくね、天気もポツポツ降ってきましたね。今ちょっとまだマシになりましたけど、さっき一瞬ね降りましたね。これは尼崎インターまで行きますので、もう少しというか、もうだいぶお付き合いいただければと思います。あ、終わりましたね、すす焼き終わりました。DPR 再生終わりました。これマイクが足元にあるからちゃんと声聞こえてんのかな。逆にエンジン音うるさいとかないですかね。
つもこの信号の先を右曲がってるんで、今日はたまにはこっち曲がってみましょうか、一回ね。ちょっと斬新かもしれない。いつもより一つ手前を曲がりたいと思います。
このブレーキのこの踏み加減とかこうアクセルの踏み加減、これうまく伝わってるかな、まね、ちょっとアクセルは踏まれへんけど、
の尼崎インターまでやってきました。長い間、お付き合い本当にありがとうございました。うまくね伝わってるかどうかわからないですけれども、何かのね参考に